皆さんこんにちは、原監督です。今日も僕の YouTube を見てくださりありがとうございます。国際関係学という学問を知っていますか？これから国際協力の道に進もうと考えている高校生や大学生であれば、今国際関係学を勉強している、もしくはこれから勉強しようと考えている人もいるんじゃないですかね。ただ僕の経験談から言うと、大学で国際関係学を頑張って勉強しても、特に NGO や草の根の国際協力の道に進む場合、そこで学んだ知識を活かせる場面はほぼありません。今日はその理由と解決策を僕の実体験をもとにお届けします。これから国際関係学を学ぼうと考えている人はぜひ見てください。意外かもしれませんが、早稲田大学に通った時の僕の専攻は社会学です。ただ早稲田って学部に関係なくいろんな授業を取れるので、それ以外にも国際政治学、平和学、紛争解決論などの授業を取っていました。それから僕は大学3年生から4年生にかけてアメリカのカリフォルニアに留学していたんですが、その時は向こうの大学で国際関係学を専攻していました。そこでは国際関係学の基本的な理論から、いわゆる発展途上国の政治や開発を学ぶ授業を履修していました。アメリカ留学の話はまた別にできればと思いますが、とにかくアメリカの大学って課題の量が凄まじいんですよね。毎週200ページ以上教科書や論文を読まなければならないリーディング課題が出されたり、国際関係学に関する難しいエッセイを毎週のように書かされたりしていました。間違いなくアメリカに行った時が一番人生で勉強していましたね。食事、風呂、睡眠以外の時間はほぼずっと勉強してました。ちなみに僕が留学していた大学はカリフォルニアのチコという小さな町にある州立大学です。この大学はモデルユナイテッドネーションズ、日本でいう模擬国連で常に全米の上位に入るなど、国際関係学が非常に有名な大学です。そこに1年間留学し、全部で24単位取得、自慢ではありませんが成績は4段階で 3.75 だったので、かなり国際関係学を勉強した人間だと思います。ただ当時の自分には残念なお知らせなんですけど、 NGO を起業した時もフリーランスとして働く今も、国際関係学の知識を生かす場面ってほぼないんですよね。もちろんどんな仕事に就くかにもよります。例えば外交政策に関するシンクタンクや国際機関のアドボカシー担当であれば、国際関係学の知識を生かす場面もあるはずです。まあ大学新卒でそういった場所に就職すること自体難しいと思うんですけどね。でも僕のように民間の NGO を起業したり、もしくは NGO に就職したり、フリーランスとして国際協力の道に進むのであれば、国際関係学の知識を実務で生かす場面ってほぼありません。てか全くないと言っても過言ではないと思います。例えば大学4年生で NGO を起業した時は、現地で南スーダン難民の緊急支援に携わっていました。でもそこで役立つスキルって、例えば語学力やコミュニケーションスキル、または日本から寄付を集めるための資金調達力や情報発信力だったので、そういった力って大学の国際関係学では身につけませんよね。それに NGO といえども基本的な組織形態は会社とほぼ変わらないので、事務や経理に関する知識、またビジネススキルの方がよほど大事だと感じてました。フリーランスになって今でもそれはほとんど変わらないですね。先日の動画でもお伝えしましたが、アフリカで働くために必要な力は大きく3つ、語学力、資金調達力、突破力です。それから僕の場合は、自分の収入を作るためにも、ウガンダで活動するための寄付を集めるためにも、基本的に情報発信がすごく大事なので、国際関係学の知識よりもブログや SNS を使うスキルの方がよほど役立っています。ただそういった知識って全部独学で身につけたものなので、まあ、大学に行った意味ってなんだろうなって正直思う時ありますね。例えば日本で講演をしたり、こういった YouTube で発信したりする場面では、国際関係学の知識を活用する場面がたまにあります。でも僕みたいな働き方ってそもそも稀なタイプだし、それに基本的な教養として生かしてるだけなので、実務に役立つということはほぼありません。ちなみに国際協力界におけるレジェンド的存在、元国境なき医師団日本理事の山本俊春さんも自身のブログでこのように書かれています。最近の大学に国際関係学科というのが多い。ここは国際協力、各開発の世界を広く浅く、上っ面だけを勉強する学部だ。だからここを卒業しても何の専門性も持っていないことになる。よって国際協力に興味あるが何をやったらいいかわからないという人にはおすすめだが、大学卒業後に何らかの現場で使える専門性が欲しい人にはおすすめしない。ただ国際関係学は役に立たないで終わってしまうと、まあ、これは無責任なので、僕なりの解決策を3つ提示します。1つ目は国際関係学以外の学問を勉強する。まあシンプルな解決策ですよね。将来的なキャリアのことも考えると、可能であれば2つ学位を取るダブルディグリーがおすすめです。政治学や経済学といった王道の学問もいいと思いますが、特に僕のような草の根の国際協力の道に進みたい人であれば、例えば文化人類学や地域研究をお勧めします。僕は今ウガンダ北東部のかなり偏僻なところで活動してるんですけど、実は文化人類学者の人ってこういった奥地にも入って研究してる人が意外と多いんですよね。何日間か現地の人と寝食を共にするような人もいるくらいです。まあそのレベルになると確かに大学のレベルかなと思うんですけど、可能であれば学部のうちに文化人類学にも触れておくといいかもしれません。2つ目の解決策は英語で国際関係学を勉強する。
そもそも国際関係学がイギリス発祥の学問ですし、日本を飛び越えて世界の戦争や平和、国家同士のつながりなど、その名の通り国際的な事象を勉強する学問なので、日本語ではなく英語で勉強することをお勧めします。ちなみに国際関係学を英語で勉強できれば、BBC やアルジャジーラといった海外の国際ニュースも英語で問題なく読めるようになるはずです。ちなみにアメリカで国際関係学を勉強しているとき、僕は毎日10本以上ニュースを英語で読む。これを日課にしていました。3つ目、最後の解決策は、修士号を取ることを見据えて勉強する。先ほど引用した山本俊原さんのブログでは、続きにこう書いてあります。国際関係学科を卒業しただけでは、はっきり言うとあまり役に立たない。必ず大学院に行って修士を取るか、また法学部などに入り直す必要がある。国際関係学という分野で専門性を身につけるなら、大学院に行く必要はあるかなと思います。まあ、山本さんも言ってますけど、国際関係学は、国際協力や開発の世界を広く浅く勉強する学問ですからね。そして先ほど言った通り英語で勉強するといいので、できれば海外の大学院で学ぶといいと思います。ちなみに僕は大学4年生で民間 NGO を起業するまでは、大学卒業後はヨーロッパの大学院で国際関係学を学ぼうと考えていました。分野の広い国際関係学といえども、修士号まで持っていれば国際機関の一部のポストや、また NGO でもアプライできるようになると思います。もちろん形だけ修士号を持っているだけじゃなくて、何らかの専門性をアピールできる必要はあると思いますけど、国際協力をテーマに発信していると、高校生や大学生から大学でどういう勉強をするべきですかと聞かれるので、今日はこのテーマを話しました。これから国際関係学を勉強しようと思っている人は、ぜひ参考にしてもらえたらと思います。僕の YouTube では、国際協力や世界の問題を身近に理解できる動画を発信しています。今回の動画が気に入ったらぜひ高評価、それからチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで今回もご視聴くださりありがとうございました。